ツボカビモンは、菌界の中の分類群で、弁毛を持つ、有層細胞を形成する。有機物表面に付着するものでは、有層細胞を放出する際に丸い蓋が開くものがあり、その姿が、ツボのようなのでこの名がある。酒毛ツボカビは、真菌ではない別グループ。ツボカビモンは、弁毛を有する細胞を生じることを特徴とする、菌類である。 菌体の構造は分類群によって様々であるが、簡単な構造のものが多い。細胞内寄生する単細胞生物や、細胞本体は、基質表面に付着し、基質中にわずかに過根状菌糸を伸ばすもの、複数の細胞体がつながった構造にまで発達するものなどがあるが、真の菌糸は形成しない。単細胞のものでは、 細胞の内容がすべて有層細胞となり、過根状禁止を持つものは、細胞体部分のみが、有層細胞になる。有層細胞は後方に、無知状弁毛を一本持つ。この類の体制に関してはいくつかの特殊な用語がある。細胞の内容すべてが配偶子や、有層子に変化するものは全、未成と呼ばれる。これに対して、禁止状の部分があるなど、菌体に、 有層細胞にならない部分が残るものを分身性という。近体に有層細胞になる部分が一つしかないものを単身性、複数の有層細胞になる部分ができるものを多身性という。つぼかび目では全未成のもの、未性,性のもの、分身性で単身性のもの、分身性で多身性のものなどがある。分け見性で単身性のものは、休憩の有層指の基部から過根状の禁止が、 気質中に伸びた形である。分け身性で多心性のものは、休憩の郵送指能がごく細い菌子によって多数連結された姿のものである。それ以外の菌類にこれらの語を当てはめれば、ほとんど全部が分身性で多心性ということになる。多くのものでは、菌体は単層であり。 有層紙は単独で気質上で発芽し、新たな菌体を生じるという無償生殖を行う。壺ぼかは、泥炭地、沼地、河川、池、流水、溝などの様々な水性生息地、及び、酸性土壌、アルカリ性土壌、温帯森林土壌、熱帯雨林土壌、北極及び、南極土壌などの陸上生息地から分離されている。ゆえに、 ツボカビは一般的に水性菌類と捉えられるが土壌粒子の周りの網目状ネットワークで生育するものは陸上性とされる多くのツボカビの種はコスモポリタンであると考えられていたが近年の分類学的研究により遺伝的及び超微細構造のレベルでは多様性を持っていることが実証されている過去にはツボカビは主に春、秋 冬に活動的になると考えられていたが、夏季の湖での分子生物学的調査における微生物目録では、ツボカビは深刻生物群衆において活発で多様であることを示した。ツボカビが反映している意外な陸地環境の一つが、周氷河地形の土壌である。氷河周辺の土壌に大量の水分があり、 木質線の下から花粉が吹き上がるため、これらの凍結地域では、植物は少ない環境であるが、壺カビの個体数は支えられている。寄生性のものの一部に、植物の病原体となるものがある。ボウフラ菌は、化の防除に役立つのではないかと期待されている。それ以外のものは、微小草類や菌類に寄生する。 もの、水中の有機物に不正的に生活しているものが多く、特に関わりを持つ場面はない。小型のものが多いので、目につく機会もほとんどない。カエルツボカビ症は、ツボカビの一種カエルツボカビによって引き起こされるもので、ツボカビに感受性のある両生類の感染症である。ただし耐性を持った両生類も多く存在することが分かっており、日本では、 大きな問題は生じていない。細胞の後方だけに一本のみの弁合を有する、有層細胞は、深刻生物において稀にしか知られず、他には、動物界に属する生物の有層細胞である、精子がこの性質を持つ。これは、進化生物の中で近海と動物界が近縁な、群であることを示唆するが、近年の分子系統学の研究もこれを支持する。 結果を導き出している。動物、菌類、エリーベンモウムシを含む系統は、オピストコンタと呼ばれる。ツボカビ類は、菌類で、最も原始的な群だと考えられる。菌類の、それ以外の群との関係は、不明な点が多いが、接合菌のバシジオボルスが、ツボカビ類に禁煙との説が浮上している。なお、水中で見られるカビに似た生物は、 一般に水カビと呼ばれ、水カビという和名を持つものもある。しかし、それらの大部分は卵菌と言われるグループに属する。この卵菌は非常に菌類的な性質の生物であり、しかも弁毛を持つ有相子を作ることから、かつてはツボカビモンと卵菌モン、それにサカゲ月ボカビモンを合わせて弁毛菌モンというグループにまとめられていた。 しかし、あとの二群は現在では近海に属するものではなく、黄色植物やラビリンチュラ類と同じストラメノパイルと呼ばれる群に属することが判明している。古くは菌子を発達させるものを含め、有層細胞を生じる、菌的な生物すべてを弁毛菌と呼び、蒸気の水かびなどもこれに含めた。あとに、 卵菌類と逆毛カ,カビ類がこれから外され、残りの菌界に属するもの全てをこの門に含めた。それは、以下のようなものである。後に、脊椎動物に寄生するネオカリマスティクスがこの群に含まれることが判明した。しかし、分子系統等の知見から、菌類の分類体系に見直しが入った結果、この門は細分された。他にこの門に含めたものでは、 鉱膜脳筋目のものがこの門から独立させられた。いかにヒバートエトールの体系を示す。なお、ツボカビ目にところを属すると考えられていた。細胞内製の筋寄生筋である、ロゼラロゼラはこの群を離れて、クリプトマイコタという門に含まれることになった。ABC バール DJs1990 ファイラムシートリジミカタイン ハンドブック・オブ・プロトクティスタ、エズ・マーグリス、コーリス、メルコニアン、アンド、チャップマン、ジョーンズ・アンド・バー・リット、ボストン、PGS、454から466、ABCD ・スパロー・ FK、1960、アクアティック・ファイ・コンジェツ、ザ・ユニバーシティ・オブ・ミシガン・プレス、アンナーバー、セカンド・エディション・ハット・レッチャー。PM ・エトール、2008、リゾー・フリーク・シュデールズ。 英乳オーダーインシートリジミカタ、マイコロジカルリサーチ112 10、1031から1048、シモンズ DR2011、ファイラジニー・オブ、e ・パウロー・マイ・スタシオ・ファム、ノベンバー、アンド・ディスクリプション・オブ、e ・ジェライス・ノマイ・セズ・ベリア・ビリス・ジェン、イコーム、ノベンバー、マイコロジーヤ103、1411から1420、ル・フェーブル・イー、 p.m.letcher and m.j. パウエル 2012temporal variation of the small eukaryotic community in two fresh water lakes emphasis on zoospolic fungi aquatic microbial ecology 6791から 105freeman kr evidence that sea trees dominate fungal communities in high elevation soils pnas.org2013 年10月28日閲覧和名は国立科博 P96 によるありがとうございます